はい、こんにちは、ブラックウォッチです。今回も行きましょう。そこの君、何かお探しかい？クエスト、アイテム、スキル、ダンジョン攻略、お困りのことがあったらお姉さんに相談してみないか？もちろん情報は有料だけどね。特別に初回限定サービス、今回は無料で教えてあげるよ。オイラはアルゴ、情報屋さ。それ以上の情報は有料だな。例えばこの三本ヒゲの由来は1000万クレジットいただくよ。は？つまり売る気はあまりないってことさ。でも君の名前は知っているよ。驚いたかい？君のことはキーボーから聞いているのさ。あいつとは昔からの付き合いでね。その前にブロッケン中の噂になっていたからチェックしていたけどな。いいお得意さんになってくれそうだからご挨拶に来たというわけだ。来たっつうか俺が来たんだけどね。初心者なのにアファシスタイプ X と実装前の武器を手に入れたんだってな。おかげで君の情報が結構いい値で売れたんだな。何心配するな。名前とか基本的な情報程度だよ。こう見えてもお姉さんは裏が取れない情報は売らない主義でね。あ、じゃあこれからよろしくな。オイラは大抵この辺にいるから。どこ？あ、何か。なんだ。ですね。あれ？砂漠へ。よし、行こうか。サブクエストもクリアしたいね。まあメインストーリーを先にクリアしましょう。探し回った道にあるぞ。どこにいるのかな。結構近くにいたっていう。あれ？君たち今日は買い出しかな？いつきさん！この人か。いや、クレハ君。この前の大会の録画データを見たよ。エネミーとの戦いの時も思ったけど、いい動きをするね。ありがとうございます。いつきさんに褒められるなんて嬉しいです。調子はどう？また君に会いたいと思ってたんだ。お目当てはアファシスですか？こんにちは。どうも。でも僕の目当ては君のマスターなんだ。いつ
きはお目が高いですね。マスターはとてもいい人で将来有望なのです。まだまだヘナチョコですけど、私が GGO1 のガンマンに育てますからご安心ください。このアファシスにはユニークなアルゴリズムが設定されているようだね。それともマスターがユニークだからその影響を受けているのかな。で、話なんだけど、いつきさん、そろそろ集合場所に行かないと間に合いませんよ。そうだった。あ、パイソン君、それキャンセルできない？エネミー相手の狩りなんて退屈なだけだしさ。前からの約束じゃないですか、スコードロンのみんなで楽しみにしていたんですよ。わかったわかった、ついてないな。まあもともと運は悪い方なんだけど。今度はゆっくり話そう。なるほど。あんたいつの間に月さんと仲良くなったの？そんなわけじゃないよ。友達ができるのはいいことだけど、私に教えてくれてもいいじゃない。私が先輩なんだから、何かあったら一番に話してよね。はあ、わかりましたよ。わかったわかった。まずはどこ？あ、キリトの部屋に行くと。あらかた説明は聞いといた、聞きましたんで、聞いといたので、まあ、大体は分かるんじゃないかな。行きまーす。これでいいんかな。君に相談があるんだけど、 SBC フリューゲルが解放されたら俺たちと一緒に攻略しないか？ほう、そうね。リリースの情報によればフリューゲル付近は高難易度フィールドになるらしいし、初心者には難しいと思うわ。まずはレベル上げしないと。あと確か SBC フリューゲルのクエストってアファシスが必須になるって話でしたよね。アファシスが行けば役に立つかもしれないけど、でも攻略に必要なアファシスならレンタルできるようになったし、残念だけどレベルが上がるまでキリトさんたちを待たせるのは悪いから。フレハさんだって十分強いじゃない。一番乗りを狙わなくていいの？それもしたいけど、私は付き合い長いから。GGO に呼んだのも私だしね。しばらくは特別にあんたのお守りをしてあげるから、ガンガン経験値と資金を稼ぐわよ。いいコンビなのね。そういうんじゃないわよ。誘ったからには私が面倒を見てあげないとダメだから。二人の邪魔をしたいわけではないけど、一緒に攻略したいというのはキリトだけじゃない、みんなの意見なの。なるほどね。ぶっちゃけ俺たちそんなにレベルは高くないんだ。まさかあんなにランキングに乗っているのに。対人戦はプレイヤースキルで賄えるところもあるしね。あまり効率を重視しないで楽しんでいたから。多分クレハとあまり変わらないんじゃない？だから SBC フリューゲルが解放される前に俺たちもレベル上げしたいんだ。ちなみに下心もなくはない。タイプ X の方が有利な仕掛けがあるかもしれない。隠しイベントとかあるかもしれないしね。それにせっかくお友達になれたんですから、バラバラで攻略するのは寂しいです。こういう大きなイベントはさ、みんなでやった方が絶対に楽
しいって。ああなるほどね、ありがとうございます。よし、これで決まりね。まず武器やアイテムの準備も忘れないでね、はあ、メンテナンスは私に任せて。アファシスも新フィールドもわからないことだらけか。情報収集も重要ね。なんかワクワクしてきたね。 SBC フリューゲルを目指して頑張ろう。ファイトです、マスター。よっしゃ、はあね、そうなんですね。ファイト。どうした、何でしょう。これ次何すればいい。メインクエストないないです、ないので、やりにくいんだよね、これね。マスター！マスター！ちゃんと私の後をついてきてください。迷子になったら大変ですよ。迷子になりかけていたのはあなたでしょう。はじめまして、私はデイジー、アファシスタイプ X です。急に走ったら危ないわよ、デイジーちゃんと迷子ちゃん。誰や。マスター、私の運動に関するプログラムは規定値をクリアしています。この程度の走行で転倒や衝突は起こしません、うん、どうかご安心を。あなたたちのような可愛い子には別の危険もあるの。私のそばから離れてはダメよ。承知しました、マスター。お。あなたが迷子ちゃんのマスターさんかしら。この迷子ちゃんはうちのデイジーちゃんと同じタイプ X でしょ。レア中のレア、GGO 中で注目の的のね、噂は聞いているわ。幸運なニュービーさんよね、うん、でも幸運がいつまで続くかはわからないわ。目を離したら誰かに盗まれちゃうかもしれないわよ。次が一番危ないや。アファシス、特にタイプ X の使用は明らかにされてないけれど、アイテム扱いなら所有権を移動する方法はいくつかあるもの。なるほど、アイテムなの。やっぱりアイテムは、本当に何も知らないのね。総督府の告知はチェックしているの、うん、アファシスは GGO 初の大型アップデートの目玉なのよ。なるほど、自発的に考え行動できる高度な学習型 AI を搭載。特にタイプ X はそれぞれに個性が設定されたプログラマー泣かせの仕様なの。おー、さらに戦闘だけじゃなくマスターの資産管理、あらゆるサポートまでしてくれるのよ。実は SAO のメンタルヘルスカウンセリングプログラムを参考に。参考に。まあこれはあくまでも噂だけど、プレイヤーの感情に反応する高度な知性を持っているのは事実よね。とにかく性能面から言ってもビジュアル面から言っても
GGO 中のプレイヤーが欲しがっている存在よ。だからタイプ X を街中で連れ歩くなんて、よほど腕に自信がなければただのおバカさんですわ。君が、まあ、あなたの場合はアファシスを持っていることをみんな知っているから気にしても仕方ないかもしれないけど、奪われるのが嫌なら大切なものを守るだけの力をつけるか、強いプレイヤーのスコードロンに入るのも一つの手ね。あら、素直なのね。そういう子は嫌いじゃないわ。そうそう、あなたのアファシス、さっきうちのデイジーちゃんと友達になったみたいなの。タイプ X と会ったのは初めてです。よろしければ今後も情報交換をさせてください。もちろんです。ところで迷子ちゃん、あなたのことは何と呼べばいいのかしら。マスターのお友達にはレイちゃんと呼んでいただいています。そうなの、よろしくね。レイちゃん、よろしくお願いします。レイちゃん、いいわね。役みたいな感じ。アファシスが二人並んでいる図。でも同じタイプ X なのに性格は随分違うみたい。何よりマスター以外の人に名前を呼ばれるのを嫌がるなんて、そんな性格設定初めて聞いたわ。マスターが個性を肯定してくれるからこの子は生き生きとしているんでしょうね。初心者が偶然手に入れたと聞いたときは心配したけれど。マスター、そろそろ設定されたお時間です。いけない、今日はもうログアウトしなきゃ。それではまたね。で、だから、あれ、クエストクリアしに行こうかな。3人で行けるかな。敵がいるわ。使うわよ。せー、これ使うわよ。もう分かんない。手を貸して、手を貸して。最高です。手応えなし。手を貸して、ヘイトが、ヘイトが集まってきてる。
やらない。嬉しいのです。クリーンヒット。皆さん応援します。いけますよ。すごいすごい。はーい、ヒットが上がってます。グレネード行くわ。相手にならないで、ね、すごいのです。はーい、はーい、先に進みましょう。どこ行ったの？ないな、そうさ。
ああ、これ2つなんですね。大丈夫、無理はしないで。ほっ、投げるわ。相手にならない。こんなふうに勝ってもいいんじゃない。はい、回復する。回復しないと。そう、うわ、しなさいよ。ねえ、そのせいで今助けるから。ありがとう。変化して何の変化が。まずい、まずい、まずい。アパッチュ、やめた。いいじゃない。の部屋に行ってみようか。今キッドの部屋で何かできない。今日は何を作るの。ダンスの服、カラー変更はしてみた？全然違う雰囲気になるんだよ。ああ、いいな。衣装を変えると気分も変わって楽しいよね。新しいレシピがあったら持ってきてほしいな。どうやってすんの？カエルとかさ。もうどうやって進むかは全部考えない。自分の部屋かな。これは今日は何がお目当て。これは珍しいわね。あ、遊具機。これでプラス作れる。そっか。素材が足りないみたいね。足りないのかよ。他にもいろいろあるわよ。素材が足りないみたいね。みんな素材が足りないんですね。
素材がいろいろ足りないですね、まだ。つまり私は宇宙船 SBC フリューゲルに入るための鍵になります。つまり文字通りのキーパーソンです。えらいでしょう。なるほど、よしよし、ありがとうございますマスター。で、相談というか報告なのですけど、私はまだヘナチョコなので強化しないと鍵になれないのです。それってどういうこと？私の機能は現在完璧ではありません。昔 SBC フリューゲルが墜落した時の衝撃でフィールドのあちこちにパーツを落としてしまったのです。あ、そういう話だったんだ。その後すぐにスリープ状態になり、マスターと会うまでずっと眠っていたので、パーツを落とした場所もあやふやです。パーツがなければ私はヘナチョコのままです。マスター、パーツを集めていただけないでしょうか。強化すればミサイルを発射できるようになったり、爆撃機や戦車になったりもできるかもしれません。なるほど、アファシスの強化クエストってわけね。タイプ X 独自のものなのかな。レベルアップいいね。マスター、ぜひお願いします。もっとね。大丈夫かしら。キリト君、今だよ。なんとかなったな。うん、お疲れ様。うん、はい、アスナの合図でキリトがズガーッと攻撃していてすごかったのです。サンキューな。 GGO 版スイッチってとこだね。その息の合ったプレー、やっぱり二人が恋人だからできるのですか？え？うん、直球だね。でもそれはちょっと違うかな。私たちは長い間一緒に戦い続けてきて信頼できるパートナーになったの。だから戦闘中もお互いに考えていることがよくわかるし、息も合わせられるんだと思うよ。信頼できるパートナー。ああ、そうだな。二人で共に戦うことで絆を育んでいった。絆ですか。ヒーカーも絆で絆と仲良くすることは違うのですか？仲良くするのもすっごく大事だけど、絆ってそれだけじゃないと思うな。私もマスターとの絆が欲しいです。お願いしてもらうものじゃないかな。あ、だったら格好の舞台があるぜ。確か、あ、ほらこれだ。これは次に開催されるイベントの告知ですね。ペアを組んで戦いに挑む PVP イベントですか。うん、いわゆるタッグトーナメント戦の大会だね。なるほど。私たちも出場しようと思ってるんだけど。やります。マスターとの絆を手に入れるために私も参加します。これってライバルを勧誘しちゃったのか。そうだね。キリト君、二人にイベントを紹介したこと後悔するかもね。そんなことは。でもキリトやアスナに挑戦するつもりで頑張る。ああ、お互い勝ち上がれるといいな。マスター、前方に敵を発見です。あの人
こちらに気づかずに歩いているのです。逃げ場も少ないですし、2人で攻撃すれば楽に倒せそうです。え、どうして？でもチャンスなのです。初戦を颯爽と勝利できるのに。マスター、どうしてなのですか？これは別方向からの射撃。もしかしてあの敵プレイヤーとコンビを組んでる人ですか？なんとかキューチャー乗り切ったのです。でもごめんなさいマスター。さっき隠れていた敵に見つかったのは私が騒いだせいなのです。はい、わざと分かりやすい場所に最初の一人を配置することでこちらをおびき出そうとしていたのですね。そしてこちらがのこのこ現れたところを隠れていたもう一人が攻撃をするつもりだった。今日も幸運のネーションの通道だ。おお、二人とも、お疲れ。モニターで見てたよ。初戦突破おめでとう。キリとアスナ。どうしたんだ？せっかく勝てたのに、なんか元気。何かあったの？実は。なるほど。確かに最初、危なっかしい場面があったもんな。キリトたちにもそう見えていましたか。キリト君、さらに落ち込ませてどうするの？あ、すまん。レイちゃんは足を引っ張っちゃったことを悔やんでるの？それもそうですが、私はこの大会で絆がどんなものなのか知りたいと思っていました。でも絆どころか敵の連携にもあっさり引っかかりそうになってしまいました。ね、戦いの中で育む絆というものは長い間の経験のその先にあるものなのに、敵のあんな簡単な作戦もわからないなんて、このままでは絆どころかマスターに迷惑をかけてしまうだけかもと思うと。確かに友情や絆を深めていくのには時間がかかるものだな。そもそも気の合わない奴らとはどれだけ一緒にいたって仲良くなんてなれるわけないし。でも絆ってのは時間や経験だけが決めるものじゃないと思う。それはどういうことなのですか？俺が口で言っても仕方ないと思う。きっとアファシスたちが戦いの中で見つけ出していくもの。戦いの中で見つけ出す。あんまり難しく考えないようにした方がいいかもね。戦いに集中できなければ元も子もないよ。あ、はい。あいつらの2回戦は終わったみたいだな。うん、でもレイちゃんの動きあんまり良くなかったね。やっぱり考えすぎちゃってるのかも。そうだな。アバシスはマスターをサポートしようとしているけど、マスターの方はそんなことは望んでいない。もっと対等なパートナーとしてアファシスと共に戦っていきたい。きっとそう思ってるんだと思う。そうだね。でもレイちゃんも自分の役割を果たそうと必死なんだと思うよ。そう簡単にそれを捨てることはできないんじゃないかな。だよな。アファシスも間違ってるわけじゃないしな。だからこそこのタッグバトルが何かのきっかけになればいいと思ってたんだけど。そうね。あ、キリト君、ほらあそこ。あっちも私たちも勝ち上がっている以上、どこかで当たるのは当たり前だけど、ここでぶつかるなんてね。なあアスナ、ちょっと考えがあるんだ。あいつらを誘った手前、なんとかしたいって気持ちが消えなくてさ。そうだね。キリト君が言いたいことなんとなくわかってるよマスター。ついにキリトたちとの対戦が始まったのです。二人は強敵ですが、
負けないように頑張るのです。ここにいたな、二人とも。キリト、ハスナ、この戦い負けるわけにはいかないよ。もちろんなのです。じゃあ遠慮なく行かせてもらうぜ。さすがはあの二人なのです。とんでもない強さなのです。一回戦二回戦の対戦相手とは格が違うのです。マスター、大丈夫ですか？大丈夫こと。それはでもアファシスにとってマスターは大切な守るべき人なのです。マスターを守ることは私にとって一番大切な務めなのです。二人ともここに隠れてたんだな。ついに見つけたぜ。覚悟はいいかな？マスター、危ないのです。パートナーとの絆。では背中はお任せするので。なかなかやるね。マスター、二人を追い込めているのです。ここで一気に畳みかけるのです。そのとても心苦しいのですが、マスターには数秒時間稼ぎをしてほしいのです。その間に私がとっておきの技の準備をするのです。なんでやるで、これで、お刺すよ。はい、負けちまったな。レイちゃんたちのコンビネーションすごかったね。キリとアスナ。ああ、息もぴったりだったぜ。俺から見ても、二人の間にはパートナーとしての絆を感じたぜ。もしかして二人は…ん？いえ、なんでもないのです。さあさあ、それよりも次は決勝戦だよ。二人とも頑張ってね。あ、はい、なのです。よし、今回はここで終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。それでは。